ナソニック教育財団理事長の遠山でございます。皆さん今日はお暑い中よくおいでくださいました。ICT 活用教育フォーラム2013パナソニック教育財団の、実践、研究実践研究女性成果報告会を開催しましたところ、全国各地から女性校あるいは学校のアドバイザーの先生方それぞれお忙しい中本当によくおいでくださいました。そしてまた文部科学省からは情報教育課長の豊島様、それから情報教育課の課長補佐の古畑様、ご就任された直後でございますがお忙しい中よくここへ駆けつけてくださいました。そういう皆様とご一緒にこの会を主催できますことを心から嬉しく思うところでございます。パナソニック教育財団が進めてまいりましたこの実践研究助成は、目的は子どもたちの確かな学力、豊かな心を養うということを目的といたしまして、対象としては全国の初等中等教育段階の学校の現場の先生方を対象にしておりますし、そして助成の内容としては ICT メディアを活用した新しい教育方法、教材開発活用方法の実践研究を支援するという助成制度でございまして、財団設立以来すでに39年の実績を持っている仕事でございます。で、本日はその実践研究助成のうち2年間助成させていただいております特別研究指定校の皆さんにお集まりいただきました。この制度は第34回目平成20年度から新たに設けたものでございます。それまでは1年間だけを助成させていただく制度でございましたけれども、こういう ICT を用いての各学校での実践というのは1年間の指定というだけではなかなか定着しにくい、あるいはそこで成果を出してそして周辺の学校に対するセンター的役割をしていただこうという角度から見てもどうも十分ではない。そしてこういう ICT を活用しての教育というものが単に熱心な先生がおられる機関だけ実践される、あるいは熱心な校長先生がおられる学校だけがその時間だけこの活動に熱心でいていただくということではなくて、やはり ICT を用いた教育の内容の改善というのはこれからずっと続くものでございます。それには本当にしっかりとした定着が望まれるわけでございまして、そんなこともありまして2年間の助成をさせていただいたわけでございます。2年間の特別研究助成指定校になられたところ、私も今日ご出席の学校の中でいくつか拝見させていただきましたけれども、確かに先生方の大変なご努力によってとても手応えのある教育展開がなされているというふうに思ったところでございます。今年は20年から数えて4、5年でございますけれども、そろそろですねそれぞれの学校で実践してこられた中から何かをこう抽出して、そして共通できるようなもの、それぞれの工夫というのはとても大事でございますし、それぞれの学校の特色あるいは先生方の創意工夫によって別々かもしれませんけれども、もしできればですね皆様方のこの問題の取り組みの知見を一般化できるものは一般化して、そしてそれを共通的な知識技術として少しずつそれを蓄積していきたいものだなと思っております。その意味でこれから車座という方式で発表いただくわけでございますけれども、そういうふうなことを目指しながらご議論をいただければ大変ありがたいなと思うところでございます。学校教育というのはもちろん地域特育体育という角度から子どもたちをしっかり育てるというのが使命でございます。しかし地域の部分ではこういう ICT を用いた教育活動ということがかなり力になるのではないかと思います。最近では特育の関係ではいじめの問題あるいは体罰の問題が1年間の間に大きく取り上げられました。これはやはりそれぞれの学校において子どもたちに教育をする場合に自らの満足だけではなくて他者のことも考える思いやりという気持ちを持ってもらうということで、それも乗り越えられるのではないかなと思います。
またタイという角度では最近は熱中症にかかるような子どもたちが増えておりまして、まあ、気候条件の変化ということもあろうかと思いますけれども、そういうものもそれぞれの学校で乗り越えることが必要な時代になってきております。時代とともに学校の課題というのは大きく変わってまいります。でも私はそれぞれの先生方が本気になってその問題に取り組み、そして学校が全体となって一体となってその問題に対処されることによって必ずそれを乗り越えて子どもたちに先生方の熱意が伝わるものだというふうに確信をいたしております。この会がその知的な部分でのそれぞれの先生方のご経験を発表していただくことによってお互いの英知として残って、その意味でこの会が有意義な会になるということを期待しながら私の冒頭のご挨拶とさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。